ぶらり気ままに街歩きなお散歩のお時間でございます。お散歩のお相手は伊藤直之です。今日もよろしくお願いいたします。今日ですね、私住んでおります、あの地元のですね、天保山、ちょうど今ですね、この前に来てるんですけども、まあ、今日はですね、私のこの天保山のですね、まあ、地元をですね、まあ、いつも歩いてるんですけども、今日はですねちょっととあるところに行きたいなというふうに思っておりますので、では今から散歩に参ります。今ですね、今日散歩しているのは5月28日、木曜日、もう5月も終わりなんですけども、ちょうどですね気候も昼間はちょっと暑いんですけども、まあ、朝はまたね、いい涼しい感じなんですけども、まだですね、ここは例のあのコロナの自粛がちょっとまだ解除にはなってないんで、まだ臨時休館なんですけども、こんな感じで、これね、大観覧車がですね、あるんですね、世界最大級の大観覧車。170メートルぐらいですかね、結構、なんですか、高く大阪市内はもちろんのこと、はるか遠くはなんだっけ、明石海峡大橋とか京都の方とかですね、和歌山あの関空あっちの方とかですね、結構いろんな景色が眺められていいんですけども、だからずっと泊まっていてですね、まあまあそうなんです。止まったままなんですけど、こんな感じで。で、今どこ向かっているかというとですね、いつもですね、散歩に行っている、まあ、天保山公園、なんですけど、ちょっと様子がですね、今変わってましてですね、まあそれもちょっと、動画を見てもらったらいいかなというふうに思うんですけども。ここがですね、天保山公園のですね、まあ、正面入り口と言ったらいいと思うんですけども、結構ですねこんな感じで後ろ見えてるのが港大橋だったと思うんですけど、でこう反対するとですねこんな、観覧車が見えてですね、この建物がですね大きな船がたまに客船、まあ今ちょっと来てないんですけどやってきましてですね、ここがなんか、待ち合いの場所みたいななってるんですけども、こんな感じで、だから今年の春、ここいつも桜咲いてるんですけども、まあ、自粛があって、桜祭りとかやってなかったんですけども、ここですね、一応看板がありましてですね、天保山公園ご案内っていうのがありましてですね、ちょっとここをですね巡っていこうかなということなんですけども、はい、こんな感じですね。結構まあまあ、広い目のところでしてですね、ここ逆転すると、今赤い扉がですね、何ですか、ここ結構低い場所にあるので、潮がですね、入ってこないような、まあ、いわゆる柵みたいなのができてるんですけど、ちょっとですね、ぶらりとですね、歩いていこうかなというふうに、思います。ちなみにここは結構いろんなですね、なんか銅像とかですね、結構見晴らしも良くてですね、まあ、ぜひですね、ここ天保山にお越しになった時はちょっと歩いてみてたら面白いかなというふうに思うんで、ちょっと行きましょうか。ここやってきたのがですね、天保山公園のですね、まあ、2つ目の顔と言ったらいいと思うんですけども、まあ、公園の2つ目の入り口です、ここはちなみに消防署がこれありましてですね、ここね、バスがですねありましてですね、まあ、大阪 の、 西の方なんですけど、ここからですね、堺に行くバスが出てるんですよ、堺駅前、堺東駅前っていうバスが出てましてですね、南港の方とかですね、ちょっと通ってですね、堺に来ちゃう、それがワンコインで行ける、ワンコインで500円なんですけど、
まあ、結構3、40分ぐらいで行けたと思うんですけども、結構便利でしてですね、ここから堺に行こうと思ったらですね、そんな早く行けないんですけども、それも500円で行けちゃうっていうのでですね、まあ、堺に行く方はですね、ぜひここを活用するといいかなと思うんですけども、ここがですね、第2弾で、ここにですね、石碑がありましてですね、天保山の跡と書いてあるんですけど、なんか昔天保2年ですね、安治川のですね、なんか土がですね、盛られた跡って書いてあるんですけど、ここですね、すごいですね、低い山がですね、ありましてですね、日本で2番目に低い山があるんです。まあそれもちょっと後回っていくんですけども、今ですね、朝だからラジオ体操をですね、している方もいらっしゃって、もうラジオ体操なんか僕もうだいぶ昔にやった覚えはあるんですけども、ここをですね、ちょっと階段がありましてですね、ここね、ほらこんなちょっと階段があるんですけども、ここをですね登っていくとですね、ちょっと景色がいいところ、ここちょっと紹介します。はい、登ってきました。こんな感じでぐるっと見回すとですね、こんなベンチとかもあってですね、反対側は観覧車見えるかな、ちょっと見えないな、観覧車もですねあるんですけども、ここは夏になるとですね、セミがですねやたらとミンミン鳴いて、まあまあ静かなとこでですね、こんな感じで、緑もあふれてですね、でこんな感じでいい感じなんですよね。でここからちょっと歩いてですね、あ、これカラス見えるでしょうか、こうやって見えるんです、カラスも鳴いてるんですけど、ちょっとですね、素敵な海の景色をですねちょっと見に行こうかなというふうに思います。ここですね、意外と知られていないちょっといい感じの景色の場所があってですね、ここどこかというとですね、こんな感じですね、川とですね、海っていうんですかね、ちょっと光ってるとこ見えるかもしれないですが、あれがですね、ちょうどですね太陽なんですよ。でこんな感じでですね、なんですか、川とですね、まあ、川なんですよね、安治川なんですけども、こんな景色がですね見えてですね、でここがちょっとまたホテルでですね、こんな感じで、ちょうどこう何ですか、公園の端っこみたいな感じなんですけど、これが本当に僕は結構好きでしてですね、この隠れた僕はいい眺めの景色です。反対側ですね、ちょっとこっち画面奥なんですけども、あれ大阪の何ですか、梅田の方ですね、見えるんですけど、あれ止まってるのが多分なんだっけ、海上保安庁でしたっけ、なんか結構守っている船とかですね、あ、船といえばですね、こここれ大阪市の水上のあれ船止まってるんです、救急のなんていうんですか、火を消すとかですね、舞島って書いてるんですよ、多分見えると思うんですが、舞島って書いてある、あれ大阪市消防局の、船がですね置いてあって、ここをですね、まあ見ながらですね、ちょっとですね、横を行きたいなというふうに思うんですけど、まあ私ここですね、天保山住んで、かれこれ、まあ、19年ぐらいですかね、もうなるんですけど、ま
まあ、ほとんど変わってなくてですね、そんなところを、ぐるっとですね歩きながら、この風がですね結構気持ちよくてですね、だから朝ここは太陽がですね本当にこう良くてですね、本当にいいんですよ。このねやっぱりこの何とも言えないですね、この海の、なんですかね、反射感とかですね、風とかですね本当に好きなんですけど、ここをですね歩いていくとですね、反対側ですね、天保山の反対側っていうのは桜島ですね、ユニバーサルスタジオ、ジャパンとかがあるんですけども、ちょっと歩くとですね、天保山の、この渡し船のですね、乗り場がですねあるんですね、天保山、渡船所っていうんですかね、渡し船があるんですけども、ここからですね船に乗ってですね、桜島の方に行けるわけなんです。まあ5分ほどですね。だから結構ここからですね、その桜島の方とかですね、行かれる方がですね、まあ徒歩とですね、なんだ自転車ですね。ちょっとバイクは乗れないんですけども、まあ歩きと自転車の方だったらですね、この反対側の方にですね、行くことができるんですよ。で、これがですね、渡船所です。で、この船がですね、あれが渡し船でですね、これが反対側の方行くんですよ。ちょっと遠いかな。これですね。ちょっと船が止まっているちょっと横の方にですね、反対側の、渡し船のところがあるんですけど、あそこまでですね、この川をですね、何百メートルぐらいあるんですかね。船をですね、こう渡っていくですね。素敵な、場所があるわけなんですよね。ここ渡船所の、入り口ですね。ちょっと人がいないので寄ってみましょうか。ここは江戸時代ですね、あれが掘削した時にできた、ところなんですけど、目印山、これがですね、なんか天保山に変わって 4.53 メートルと日本一低い山、まあ今は2番目になったんですけど、まあそれでも 4.53 なので結構低い山なんですね。私船は桜島3丁目って書いてますね。400メートルを、結ぶ、無料の船という、そんな感じで、結構ですね、船もなんかいっぱい出てますね。日曜日でもこんな風に出てるんで、まあね、結構便利かもしれないですね。船回ってる間にこんな感じでですね、景色見えるんですよ。でこうやって見るとやっぱりね、すごくいい感じですよね。このね、船の待ち合わせ場所のちょうど前がですね、こんなパブリックアートと書いてですね、モザイクアート、平成16年って書いてますから、まあ結構古めなんです。こんな感じですごいモザイクのですね、絵がですねずーっとあってですね、向こうの方もこう続いてるんですけど、ここを歩きながらですね、また公園の中に、入っていこうかなという、思っております。ちょうどですね、今時間的に船が出ていくところが取れそうなので、ちょっと船ですね、今乗ってるのが見えるかと思うんですけども、船出ていくとこを見ていきましょうか。
りますね。天気もいいですから。まあちょっとしたですね、また乗ったところも撮りたいかなと思うんですけど、なんですか、観覧車とですね、観遊館もですね、まあもちろん見れるんで、ちょっとしたですね、船旅になるので、まあね、ついでと言っちゃなんですけど、乗ってみると面白いかもしれませんね。また船帰ってきたんで、船帰ってきてるところです。さて、どれぐらい乗っているのか。桜島からやっぱり今の時間は渡ってくる人少ないですね。ちなみにここ川はこんな風になってます。結構ですね、意外とね、まあ、汚れてるって怒られるかもしれないですけど、結構透明度がですねあってですね、たまによくわからない大きい魚がですね、まあ、泳いでいたりするんですけど、そんなこんなでここを歩いていくとですね、このさっき言ったモザイクのですね、ところをですねこう歩いていくわけなんですね。だから向こうから渡ってくるっていうんですかね、こっからね自転車でシャーっと行くんで、あ、ここに前も言ったかもしれないけど、自転車ですね、レンタルできるんで、ここも反対側こんな感じで、観覧車も見えるんですけど、結構だから、自転車をですね、レンタルして、ここ街の中をですね、歩いてみると、結構ですね、楽しめると思うんですよね。ね、こんな感じで。ここいいんですよ。ね、ここ勝手であってですね。まあブラブラするのも本当いいんじゃないかなと僕思うんで、だから僕ここ好きなんですね。はい、ということで、公園に行きます。はい、天保山公園のまた中に来ました。ちょっと見えますかね。こんな感じで観覧車もですね、ちょうど見えてですね。で、今扉が閉まっているので、あんまりここを歩く人が今いないので、絶好なところなんですけど、あ、ここね、よくですね、クローバーがですね、あるんですけども、ちょっと見づらいですかね。こんな感じでクローバーがあるんですけども、ここですね、実は天保山公園ですね、クローバー、四つ葉のクローバーの宝庫なんですよ。僕ここでいつもですね、四つ葉のクローバーをですね、いっぱい見つけておりましてですね、密かにですね、僕四つ葉のクローバーをですね、探していたりするんで、ちょっとですね、この四つ葉のクローバーをですね、今からですね、探したいなというふうに、思います。ということで、四つ葉のクローバーをですね、こんな感じであるんですけど、結構ここね、この草ぼうぼうに見えてると思うんですけども、ちゃんと公園なんで草は刈ってくれてるんですけども、もうやっぱりね、春なんで草がですね、いっぱいあるんですけど、これクローバーです。で、いろいろクローバーもですね、種類とかがあるんですね。大きいとかちっちゃいとかですね、この葉っぱの形がですね、ちょっと尖った目とかですね、丸みを帯びてるとかですね、実はですね、細かいですね、なんて言ったらいいんですかね、兄弟なんだけど違うというのがですね、まあいろいろありましてですね、でここを見てるんですけども、まあ、僕はざっと見たりとかするんですけども、で大概ですね、ここはあんまり大きいのはですね、なかったりする。確かですね、この辺りで見かけたような気がするんですよ。見かけたっていうのはですね、
実は、あ、ここで、ね、大量にあるんですよ。ですね、これがですね、これが四つ葉のクローバーでしょ。で、ここもですね、四つ葉のクローバーがこれあってですね、で、これ二つでしょ。ここもね、ちっちゃいのがですね、四つ葉のクローバーがあってですね、なんかね、この辺りがですね、大量にもうこれで3つあったでしょ。あ、これも四つ葉のクローバーですよね。これ四つ葉のクローバーですよね。ね、これ四つ葉のクローバーでしょ。で、ここね、結構本当に大量にあってですね、本当にびっくりするぐらいですね、あってですね、なんか五つ葉のクローバーあったんですよ、確か。どれだった？これも四つ葉のクローバーですよね。ね、これ四つ葉のクローバーでしょ。これ言いましたっけ？これも四つ葉のクローバーでしょ？これでしょ？で、四つ葉のクローバーって特徴があってですね、これ、こう、根っこがつながってるんですよね。根っこがつながっているっていうかですね、一個あるとですね、実はつながっていたりっていうのがあるんですよ。だからこれもですね、あ、これ五つ葉のクローバーですね。皆さん、五つ葉ですよ、五つ葉。珍しい五つ葉のクローバーでしょ？ここ四つ葉のクローバーがあるでしょ。だからこれ、つながっているんですよね。で、これか。だからこれが、ここ、四つ葉のクローバーですよね。つながっている。そうなんですよ。だから、ここ、大きい根っこがですね、ここに、クローバーの根っこがあるんですよ。で、四つ葉のクローバー、これもちっちゃいんですけど、四つ葉のクローバーですよね。根っこが大元にこう繋がっているわけなんですよね。ということで、この根っこ、あ、まだ四つ葉のクローバーありましたね。ここもちっちゃいですけど、これ四つ葉のクローバーですよね。あ、やっぱりそうですね。で、ここ、あ、これもですね、四つ葉のクローバーですよね。あ、これ四つ葉ですよね。だから、ここはクローバーの根っこが、まあ、要は、一塊であるんですよね。で、一塊で、こう、出ているわけなんで、まあ、そのあたりはですね、四つ葉のクローバーが、出やすいということですよね。まあ、本当に出やすいですね。はい。ということで、ここ四つ葉のクローバーがたくさんあるという、場所をですね、今見ていただきました。はい、ということでですね、今四つ葉のクローバーですね、あるところを見てもらったんですけども、こんなに四つ葉のクローバーで、だから、あるんですよね。僕も、まあ、知ったっていうんですかね、初めて四つ葉のクローバーを見つけてですね、あれ、四つ葉のクローバーなんか固まってるなっていうのをですね、なんとなくですね、まあ、発見した。で、その根っこっていうのがですね、あることに気づいてですね、あ、だからこの周りには、四つ葉のクローバーがたくさんあるんだっていうのをですね、まあ、改めて僕も見つけていくうちに知ったというですね、あ、これも確かに勉強ですよね、本当に。で、本当にここでですね、四つ葉のクローバーの宝庫でしてですね、まあ、本当にたくさんあってですね、で、ここですね、なんか坂本龍馬が昔、なんか、あれ、奥さんとなんか一緒にやってきたとかですね、なんかそんな、お龍って書いてますね、新婚旅行でなんかやってきたとか、本当かいなっていう感じなんですけども、まあそんな、場所であったりもするんですけども、ちょっと反対側をですね、見てみると、この扉がこうですね、今、閉じられているんですよ、11とか12とか書いてるじゃないですか。これが何ですか、高潮をこう予防する、まあ、役目を果たす扉になってるんですね。で、ここがこうやって大観覧車が見えるというですね。なんでここは落ち着いたいい場所なんで、で、今見てもらった観覧車のですね、奥がですね、回遊感あるんで、まあ、ぜひですね、ここの、回遊感遊びに来た際には天保山公園も寄って、なんだったらユニバーサルスタジオジャパンも行くといいんじゃないかなっていう、ことで、ぜひここも楽しんでもらえたらなというふうに思います。あとですね、忘れないように、天保山ですね、公園なんですけども、天保山、ちょっと見に行きたいなと思います。
ここですね、ずっと行くとですね、天保山のですね、頂上があるんですよ。ちょうど今なんか野球の練習やってるんですけども、ここですね、ちょっと行ってみたいなと思うんですけど、野球の練習をしている自分。ここだちげえ、わかるやろ。ここですね、大阪天保山山頂 4.53 メートルと書いてあるんですけど、まあこんな感じですね。日本一低い山だから、これ昔日本一小さいだから今2番目なんですよ。何度も言いますけども、いやまあそんなこといいんですけど、4.53 メートルと書いてあるでしょ。でこれが噂のなんか地点らしいんですよ。だからここ 4.53 メートルみたいですよ。でこれ三角点って書いてますね。ここに設置されている標識は三角点です。三角点2017年測量の日、測量もうすぐ測量の日ですね。まあちょうどいいんじゃないですか。低い山に来ていました。今日は低い山 で、まあ、登ってみましたということで、これがですね、なんか塔が立ってますね。よくわかりませんけど、はい、ということでですね、最後にこの大阪天保山山頂 4.53 メートルに登ったところで、まあ、散歩は終わろうかなと思うんですけど、なんかあんまり山って感じもしないこともないですけども、まあね、あ、天保山山頂って書いてますね。ね、こう山頂。あ、ここちなみに結構あれなんですよ。ポケットモンスターね、まだやってる人ね、たくさんいらっしゃるんですけど、結構ポケモンの聖地、昔だからポケモンが流行った時はですね、すごくこう人がこうワンサカワンサカスマホでなんかやってたんですけど、ここもだからこんな感じで見えてるんですよね。で反対側こうぐるっと、まあ、そうこうやってですね、天保山の私部でも見えるという、まあ、こんな感じなんで、またですね、天保山、ぜひですね遊びに来てもらえたらなということで、なぜか天保山、観光、案内をしてしまうというですね、そんな動画になったんですけども、まあ今日はですね、幸せの五つ葉のクローバーを見てもらえたんで良かったかなと思うんですけども、またですね、いろんなところをですね、散歩してまいりますので、お付き合いをいただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ、なお散歩よろしくお願いします。あとですね、いいねとか、コメントをですね、いただけると私、非常に喜ぶ人なんで、よろしくお願いします。あと、この動画、結構、ダラダラ感満載の、まあ、本当に適当動画なんですけども、お付き合いいただいてありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録していただくと、なんか、散歩しましたみたいなんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、なお散歩伊藤直樹お届けしました。ではまたお会いしましょう。